釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は私がいつも使用しているサーフウェーダーの漏水が確認できましたので、そちらの補修動画となっております。こちらのサーフウェーダーは2021年の冬に購入しまして、それから2年とちょっとですね、年間で 3,40 回ぐらいの調校をしますので、まあ合わせてですね80回程度の調校になります。で、初めてですね、ここ先日漏水が確認できまして、左足の方のですね、こちらのブーツとですね、生地との間のところから水がどうやら漏れているという。で、水圧がやっぱりかかりますと、どうしてもですね、中に入ってきますので、まあ原因がですね、後ろからのひっくり返した後のですね、こちらの透明のシールの部分が剥離しておりました。なので、そちらをですね、もう一度アイロン等ですね、圧着してですね、くっつけてみたいと思います。まあ、それで治ればですね、まあいいんですが、まあ80回調校しているので、まあ持病かなと思ったんですが、まあ一度こういったね、検証動画も皆さんのためになると思いますので、あえてですね、動画とさせていただきました。このようにですね、ちょっとアイロン当てているシーンがですね、ちょっとスマホで撮りづらかったので、まあこんな感じですね、アイロンの先っちょをですね、突っ込んでですね、シールの部分だけをですね、温めてあげて、どうでしょうかね、30秒ぐらい温めてあげて、そしたらですね、いい感じでですね、くっつきました。なので、こちらの方のですね、検証動画をですね、また実際に調校して確かめてご報告したいと思います。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。